嘘つきに騙されますか？その1、イタリアの彫刻家のミケランジェロが、ダビデ像を完成させて広場に設立させた時、市政長官がクレームを入れた。鼻が高すぎる。ミケランジェロは足場に登りのみでダビデ像の鼻を叩くふりをしながら、手に握っていた大理石の粉を少しずつ落としていった。これでどうでしょう？彼は騙された。良くなった、生き生きとしてきた。その2、養殖真珠で数々の特許を取得した三木本幸吉は、博覧会で生きた真珠貝を水槽に放流して披露した。水槽の中の他の生き物が死んでも三木本の真珠貝は生き続けた。実は準備していた予備の真珠貝と交換し続けていただけだったが、人々は騙された。その3、実業家の根塚一郎は5ヶ月のアメリカ留学で、準備として1日1本で合計150本のネクタイを用意した。知人におかしさを指摘されると言った。これはアメリカ人への土産だよ。知人は笑った。